東京企業の皆さん、こんにちは。対馬のブランド大使自称ですけど、真心水産ソーダです。実はここだけの話です。銀座の日本料亭、有名なところですよ。そこが真心水産の甘鯛の開きをスペインのテレビに向けて発信してくれました。離島で頑張る生産者を応援するプロジェクトの一環だそうです。真心水産の甘鯛の開きは、ちょっと待ってください。実は農林水産大臣賞を受けています。私ソーダは明治神宮まで行ってきましたよ。ぜひ真心水産の干物を食べてみてください。吉祥寺の皆さん、よろしくお願いします。